海に囲まれた日本防衛最後の砦で陸上自衛隊は世界的に見ても最新兵器を取り揃えています今回は陸上自衛隊の装備となぜ日本は陸上兵器を充実させるのか詳しく紹介します海に浮かぶ日本にとって陸上自衛隊が戦闘する状況それはすでに敵が上陸しているか上陸一歩手前の状況です 最後の防衛ライン海岸線を突破され危険な状況です一方近年では大国同士が直接戦闘し互いの領土で戦いを繰り広げることはほとんどありません日本が陸ののパワーを持つことに意味はあるのでしょうか結論から言えば他国と国境が陸で接しない日本にとっても強力な陸上パワーを持つことは相手に対する大きな抑止となります例えば敵国が日本領土を狙い戦闘を始める場合を考えます 領土の確保には必ず陸軍を日本に上陸させる必要がありますもし日本が陸上パワーを一切保有しない場合はどうでしょうライフル程度の消火器を持った兵士を送り込むだけで敵国に対する任務は十分達成できます消火器を装備する兵士程度なら日本の防空網を完全に突破する必要もなく一部に穴を開ければ十分です あっという間に日本の中枢にに兵士を送りり込むことが可能になりますそこで日本はこれを阻止するために陸上部隊として小銃を装備する兵士で防衛するとしますこの時全く陸上パワーを持たない場合に比べ敵国への攻撃は格段に難しくなります なぜなら敵は日本が持つ陸上パワー以上の戦力をはるばる日本まで送り込む必要がありこれができなければ作戦は成功しないためです敵国の兵士の装備は小銃だけでなくさまざまな重装備で固めた兵士を送り込む必要が出てきます重装備の兵士から日本を防衛するために今度は小銃以外にロケットランチャーや手榴弾アンシスコープなどハイテク機器で装備を固めた重装備の兵士で守りを固めるとします すると敵国はこれらに対処するために戦車や装甲車を投入する必要が出てきます。そして同様に日本も戦車や装甲車などあらゆる最新兵器を保有し陸上パワーを重武装。 すると敵国はそれ以上の装備と火力を日本に投入する必要が出てきます防衛する側の陸上パワーが重装備になればなるほど攻撃側はそれ以上の装備を大量に投入する必要があり作戦は極めて大きな規模になります重火器の大量投入は輸送作戦も複雑になります巨大で重たい戦車を輸送する場合航空機には一気に1両搭載するのが限界です そこで重火器は基本的に輸送艦や揚陸艦で運ぶことになります揚陸艦は単体では脆弱なので揚陸艦に護衛の艦艇をつけます水上艦は海中や空中からの攻撃を防ぐため専用の防空艦で防空し必要に応じて敵戦闘機から先団を守る戦闘機の投入も必要になるでしょうまた潜水艦を投入し海中の安全を確保することも必要です 日本が持つ陸上パワーが強力であればあるほど日本を攻撃する際の作戦は複雑化すするのですこのように海に囲まれた日本であってもいやむしろ海に囲まれた日本だからこそ強力な陸上パワーを持つことで日本に上陸を試みる敵国が行う作戦を複雑にしハイコストにさせることが可能です。 防衛が最大の任務である自衛隊にとって強力な陸上自衛隊の存在意義は想像以上に大きいことがわかりますこのような背景を前提に日本の陸上パワーを見ていきましょう陸上自衛隊の主力装備は最新の10式戦車です。サイズは他国の主力戦車よりも一回り小ぶり重量は45トン前後と軽量級 50トンを超える全世代の巨大戦車90式の橋梁通過率が65%だったのに対し、100式戦車は日本全国のうち84%の橋をそのまま通過することが可能になります。ちなみに海外の主力戦車60トン級の巨大サイズにした場合、橋梁通過率が40%ほど。 作戦に大きな支障が出てしまいますますた、90式では、砲塔と車体を分離してトレーラーで運ぶ必要がありますが、1 0式なら小型で比較的安価なトレーラーでそのまま運ぶことが可能です。1 0式戦車は第3.5世代に分類され、荒れたオフロードで高軌道走行を行いながら、スラローム射撃が可能なアメリカや中国、ロシアと同程度の戦車戦力を持っています。 1> 1丸式戦車に加え巨大なヒ6式機動戦闘車も装備しています長距離移動が苦手な無限軌道ではなくタイヤで移動が可能オフロード性能は戦車に劣りますが戦闘地域に迅速に派遣できます敵側から見ると戦車よりも迅速にやってくる16式機動戦闘車の存在は非常に厄介であり抑止効果は絶大です 接近戦を行う戦車と機動戦闘車よりも少し後方から火力を投射する救急式自走1 5 5榴弾砲1分間に最大6発の榴弾を 30km 先に投下でき軽装甲の敵部隊を一掃できます日本が自走砲を装備することで敵にとってみれば上陸後も数十キロ先から砲弾が飛んでくることを想定して対策する必要がありこちらも大きな抑止力を発揮します 自走砲よりもさらに射程が長いロケット砲。日本は多連装ロケットシステム自走発射機 M270 を99両を保有しています。自走砲は1両につき砲塔が1つ。しかも火薬の燃焼は一瞬なので射程。 連射速度に限界がありました一方ロケット砲は砲弾に推進装置が付いていて比較的長時間燃焼させることで砲弾の速度をより速くでき射程が長大ですまた連想することで連続発射が可能になり大量の火力を一気に投下可能です実際にニュースでよく流れる演習の映像では横一列に並んだロケット砲が一斉に射撃するシーンが有名です 日本が採用するアメリカ製 M270 は数多くの派生型が存在する中でベースモデルであり12発のロケット弾を搭載しています M270 を簡単に言ってしまえば要するにロケット発射機よって搭載するロケットは様々なタイプが存在します弾頭は一般的な爆薬タイプの他に対戦車地雷をばらまく AT2 神経ガスを搭載する XM135 戦術核兵器を搭載する M39 など多種多様日本は当初クラスター爆弾を搭載した M26 のロケットシステムを装備していましたがクラスター弾に関する条約に署名するために全数破棄代わりに精密誘導タイプの M31 を配備しています M31 は都市部や山岳地帯など、遮蔽物が多く、クラスター爆弾があまり有効ではない場所に利用されるロケットシステムであり、90kg の高性能爆薬で敵の装甲車や戦車、重武装した兵士を攻撃します。射程は自走砲の2倍前後の 60km。 長射程、大火力のロケット砲を迎撃するには大規模な防空システムが必要になるため上陸する敵にとっては非常に有効な抑止力を発揮しますクラスター爆弾を搭載していた頃日本は上陸してきた集団の敵に対し海岸線を広く 一気に攻撃するとということを想定し,ていまし,たしかし精密誘導が可能になり一発の威力も上がったため M270 を輸送艦に乗せたまま敵上陸部隊を攻撃したり上陸部隊を海岸に運ぶ小型の艦艇を直接攻撃する任務も追加実際にこれらの作戦を想定した演習も行っていますちなみにアメリカでは M270 に搭載する最新ロケットシステム GML-RS-ER を開発その射程は 150km と従来の23倍990両の発射機と長射程の精密ロケットの一斉射撃能力を持ち世界最高レベルの一斉火力投射能力をアメリカは持っています。戦戦車・車高機動戦闘車 自走砲ロケット砲という3層の射程を持つ兵器を即座に戦闘エリアに派遣できる体制を整え敵の上陸を抑止している陸上自衛隊この他にも各種最新機器を調達し装備を充実させています敵の艦艇を攻撃するというと護衛艦から発射される艦対艦ミサイル F-2 戦闘機から発射される空体艦ミサイルを思い浮かべますが陸上自衛隊も人に式地対艦誘導弾を配備しています重送輪車両に発射機を搭載し捜索標定レーダー中継装置指揮統制装置射撃管制装置をセットで運用し数百キロ先の敵艦艇を攻撃します 発射されたミサイルは GPS と感性誘導装置が互いに補完し合い敵に近づくとハープーンと同様にアクティブレーダーホーミングの誘導で撃破します人2式地対艦誘導弾は88式よりもかなり改良し命中地点の精度を向上また複数の人2式地対艦誘導弾で攻撃する際には同時着弾のコントロールも可能ライフサイクルコストも抑えています さらに現在最新の地体誘導弾の開発もスタート主翼とジェットエンジンの改良によって射程を 800km から 1,500km と劇的に延伸しステルス化のために弾頭の形状を工夫データリンクを可能とし陸海空の垣根を越えた連携攻撃が行えるようになりますこのほか主力の地上装備は中距離多目的誘導弾 誘導に赤外線とミリ波の2つの周波数帯電磁波を利用し終末誘導不要の打ちっぱなしによって1秒間隔で発射同時対処が可能になります。NBC 偵察者生物化学 放射能に対処でできる走行車です全長が8メートル幅2 5メートル高さがなんと3 2メートル重量2 0トンの超巨体汚染された空気を浄化し車内に送り込み化学物質や細菌ウイルス放射性物質の微粒子等の存在下でも活動可能また放射線も遮蔽するため NBC 兵器の使用が疑われる場合でも迅速に対処できます 87式自走降車機関砲は見た目そのまま対空砲低強度の空の脅威に対抗できるほか方向を水平方向よりも水平よりも下に向けることも可能よって陸上の敵に超高速連射の砲弾を浴びせることが可能です陸上自衛隊には陸上を移動する車両以外にヘリコプターも運用していますそのヘリコプターが AH-64D アパッチロングボー 対戦車対地任務に加え限定的な対空攻撃も可能な優れものですヘリコプターの最大の特徴は迅速性であり離発着の小さなスペースさえあればあとは陸上の地形は関係なく戦闘エリアに駆けつけることが可能です日本が高性能なヘリを保有することで揚陸を狙う敵はヘリに対処する装備も準備する必要があり抑止効果は高いと考えられます オスプレイはヘリコプターの離発着性能と固定翼機の速度や航続距離を足し合わせた便利な装備ですそれぞれ反対方向に回転するローターを2つ装備することで機体の回転を制御するテールローターが不要またヘリコプターは速度を上げると進行方向に対し同方向へ動くブレードの揚力が上がりまた進行方向と逆へ動くブレードの揚力が低下 左右の揚力を同じにするためにローターが一周する短い間だけピッチを変化させ揚力を調整しますがそれでも速度が速くなるとブレードのピッチ操作で揚力を調整できる限界を超えてしまいますこれがヘリコプターの速度上限になっています。 一方オスプレイならローターをプロペラとして利用できるためヘリのような速度上限はなく固定翼機並みの高速で移動できますまた高速移動中は可変翼を揚力にローターを推進力だけに利用できるため航続力が長く無給油で日本のどこにでも行くことが可能です陸上自衛隊がオスプレイを配備することでまさに日本の全エリアに部隊を迅速に派遣できるメリットがあります このように防衛に特化した自衛隊にも陸上自衛隊は必須なのですむしろ上陸阻止を最終防衛ラインにする日本にとってまた専守防衛を貫くためにも強力な陸上装備を保有し敵上陸時にそれを喪失しないことが大きな抑止力となります海に囲まれた日本そしてそんなエリアで活動を続ける陸上自衛隊 日本を守るために今後も強力な抑止力を発揮していくはずです。